大きな建物が立ち並び、傘を差した人々が歩く雨のベルリンの街中の様子。ドイツ出身の芸術家レッサー・ユリーが1920年代半ばに描いた夜のポツダム広場。右側には黒い傘を手にした黒い服の人物たちの姿が見えます。奥には青い夜空を背景に巨大な建物が浮かび上がっています。建物の横に長い四角い窓から漏れる光の色は黄色に白と赤。左には黒く浮かび上がる建築物と上下の窓から漏れる橙色の光。これらの建物の窓の明かりは青い空とともに雨に濡れた地面に反射しています。人物と建物の暗い色が際立たせる大胆なタッチで描かれた窓の光の明るい色が特徴的な20世紀初めの街の夜を描いた作品です。